皆さんこんばんは。今日はアメ車です。日本でアメ車に乗ります、フィアットクライスラーの、ジープコンパスを試乗したいと思います。この車はアメリカにいた時も、何度も乗る機会があったんですが、ナショナルのレンタカーで選ぶことはありませんでした。なぜならば、私的には、そんなに乗って面白い車でもなさそうだなと、特に特徴もないのかなと思って選びませんでした。ジープですと、ラングラーとレネゲードは試乗しました。なのでちょっとこのですね、都市型ジープというのを今日は東京都内で試乗したいと思います。それではスタートしたいと思います。今ちょっと走り出したんですが、まず第一印象、思ったよりいい車だと思います。ちょっと舐めてました。ですね、この車は、アメリカにいた時いろんなアメ車に乗ったんですが、意外とこの車作りがしっかりしているなと思います。まずハンドルがレザーでちょっと太い、感じがします。で、加速に関しても、そうですね、特に不満はないです。他の車と比べても一生ぐらいか、むしろちょっと加速はいいなという印象を受けます。ただ足回り、足回りというか、ただペダルの配置がですね、ちょっと、アクセルとブレーキを踏み替えるのがやりにくいなという印象があります。踏み間違えをしやすいとはまた別なんですね。ちょっとこうアクセルとブレーキを踏み替えるのが、感覚が近いっていうんでしょうか、踏み替えにくいなと思います。で、アメ車だからなんでしょうか、これもウインカーが左です。おそらく左ハンドルベースで作っているということなんでしょうか。ただこのフィアットクライスラーはですね、アメ車の中では非常に親切だと思います。つまり、右ハンドル仕様の国向けに、できる限り合わせて修正していると思います。まず右ハンドルというのが素晴らしいことだと思います。当たり前じゃ当たり前なんですけど、キャデラックとか GM とかリンカーンとかは、カマロとかもそうなんですけど、左ハンドルです。まず右ハンドルというのは今ないと思います。ただフィアットクライスラーはジープというブランドが日本で大変人気があるというのが影響しているせいか、右ハンドルを用意しています。で、この後ご紹介しますが、シフトのところも、この間のミニはですね、パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブの表示が左側にあったんですね。おそらく左ハンドルをベースに作っていると。ただこの車はコンパスは右に表示があります。ですので日本車と同じように、今どこにシフトが入っているかっていうのが、シフトノブの横を見ても分かりますし、もちろんメーターパネルを見ても分かります。そういう意味では日本で走るにあたって、日本人がですね、そんなにアメ車といっても違和感を感じないような作りになっていると思います。スタート時の加速も悪くないです。エンジン音が多少聞こえますが、そこまで耳障りな感じでもないです。耳障りな音ではないということです。
前ここをメルセデスで、走りましたがですね、まあ、もちろんメルセデスとはちょっと乗り味が違うんですが、加速という面ではそんなに違いはないのかなと。あくまでも都内を決められた速度で走るという意味ですね。これで高速道路で一気に加速して違いはとかっていうのを言われたらまた別の話だと思います。直進安定性もいいです。ボディ剛性もそれほど悪い印象がないです。アメ車だとどうしてもこう悪いイメージがあるんですけど、しっかりした作りだと思います。ラングラー、レネゲードとはまた違います。あの2台はいい意味で、ワイルド感が出ていたんですが、この車はどちらかというとワイルド感があまりないです。同じジープですけど全然違う車だと思います。あの2台はですね、結構いい意味で振動があったんですよ。ワイルド感を感じられたんですけど、この車はそういった振動とか音とかを極力抑えていると思います。大きさも決してそこまで大きいわけではないので、女性でも運転できるサイズだと思います。競合でいうとラブ4、CX5、フォレスター、CRV あたりになるのではないでしょうか。あ、パワステも軽いです。今止まった状態ですけど、このパワステは結構いいパワステだと思います。正直トヨタのラブ4 CHR あたりのパワーステよりこちらの方がいいなと思います。そうですね、まあ、効きはいいです。ただ踏んだ時にちょっと、まあ、エアーが入っているような感じがしますけど、まあ、実際は入ってないんでしょうけど、ちょっとそんな感じがします。これは新車です。今ですね、まあ、3200キロつい最近登録されたばかりの新車です。今マニュアルモードにしました。このマニュアルモードはですね、マツダと一緒でプラスが下になります。でこの間ネットで見たんですけど、なんでメーカーによって違うのかなと、プラスマイナスの方向がですね、マツダさんに関しては加速するときに、まあ、シフトノブを手前に引いてこう加速していくと、で奥に押すってことは減速するというですね、 なんて説明すればいいんでしょうか。まあ、加速するときは、まあ、体が後ろに持っていかれるので、まあ、プラスでどんどん加速していくというロジックらしくて、まあ、他のメーカーとはちょっと考え方が違うと。ですから走りを楽しむという意味ではこちらのプラスが手前にあった方がいいと。まあ、このジープがどういう同じコンセプトなのかわからないですけど、ジープもプラスが手前です。これ初めてレネゲード乗った時も
最初戸惑いました。レクサス RX350 がプラスマイナス、プラスが奥だったんですね。なんで最初ちょっと間違えたんですけど、ジープはマツダと一緒です。いや普通にいい車ですね。驚きました。結構日本の SUV と勝負できると思います。シートはレザーではなくファブリックです。まあ、上位グレードですとレザーシートがあると思うんですが、まあ、このレザー、このファブリックシートは、まあ、比較的ちょっと硬めな感じで、そんなに座り心地は悪くないです。今スタート地点に戻ってきました。非常に運転がしやすい車だと思いました。これはちょっと私の予想に反しています。で、小回りも効く方だと思います。アメ車はハンドル切れないと、まあそれはあの事実なんですけど、この車はですね、アメ車なんですが、日本の SUV と比較しても最小回転半径ですか、負けてないんじゃないかと思います。都内でも普通に走れます。内装はこのような感じで、まあそうですね、アメ車っぽいなという印象です。特に可もなく不可もなくと。ちょっと驚いたのが、あのカーナビが標準でついてます。結構これですね、あのアメリカだとないんですよ。で、ディスプレイモニターになってて、 iPhone とか、まあスマホを接続して Google マップなり Waze を使うというのが一般的なんですけど、まあ、日本向けなのか上位グレードなのかわからないんですけど、ナビが標準でついてますというのがちょっと驚きです。で、シフトのところは普通にストレートタイプで、まあ、ブレーキ踏んで今ニュートラルですね。で、あ、これもブレーキ踏まないとニュートラルからドライブに入らないです。この間のミニもそうだったんですけど、意外と日本車が遅れてるんですかね。ニュートラルからはもうあのシフトノブのボタンを押そうが何しようが動かないです。今ブレーキ踏んでます。で、ブレーキ踏んでれば N と D の間は行き来ができます。まあ全部できます。これは当たり前ですよね。で、ちょっとアウディは、あ、これもちょっとアウディと同じ仕様の匂いがします。そうですね、一回ブレーキ離してもガチャガチャ動くんですけど、今ブレーキを離しています。ただおそらく N で一回数秒ホールドしてしまうともう動かないと、そういう仕様のようです。で、 D を入れていて、今ブレーキ踏んでいません。で、 D からニュートラルは入りますね、という仕様のようです。で、また入らなくなりました。まあ、今後、まあ、外車がこういう仕様ということは、日本車の、ストレートタイプのオートマも同様になってくるのではないでしょうか。メーター周りはパネルはこんな感じです。
メーターパネルはこんな感じです。ちょっと今周り駐車場止めているのでソナーが反応して障害物を検知しています。なので狭いところでも安心してバックなり、走行することができると思います。ではいつものペダルの位置を確認したいと思います。ですね、意外と感覚がありましたね。まあこれもでも7センチですね。アクセルとブレーキの間隔は7センチです。でこちらの、これもどこから測るかっていうのもあるんですけど、タイヤハウスとアクセルペダルの間はまあ9センチ強あります。ただちょっとこの間のアウディと違ってここに足を置くっていうのは難しいと思います。で吊り下げ式のアクセルペダルです。そうですね、ここのペダルの高さの差はそれほど変わらないと思うんですが、ちょっと私は踏み替えにくいなというふうに感じました。以上がアメ車ジープコンパスになります。